うわ、これ待て待て、これおもろいぞこれ。どうもこんにちは、さとみです。さあ今回なんですけども、皆さん夢のようなゲーム発掘しました。というのも昔さ、ベイブレードって流行ってなかった？もしかしたらナウで今流行ってる子もいると思うんだけど、俺小学校ぐらいの時にすごいやってて、簡単に言うとね、コマとコマのあのコマバトルなんですよちょっと簡単に言い過ぎてちょっとすっげえ味薄くなっちゃったけどなんと今回自分の描いたイラストがコマになって戦える面白そうなアプリを発見しました。なのでちょっと今回このゲームやっていこうと思うんだけど、この下のところに多分書くんだろうね。これもさ、一筆書きじゃないとダメなんだ。これどうすればいいんだろう、何にも分かってないから。あ、でも意外に書ける容量は短いね。なんかダセーリボンみたいな感じになっちゃったけど、これでとりあえず始めてみようか。俺もどうなるかちょっといまいちよく分かってないんだよね。始まった。いやステージよ、どんなステージでやってんねんお前。で、なになになに、なるほどね。俺の描いたイラストがあのコマの端っこで回っとるんじゃ。もう全然リボン関係ないし、さっきまでちょっとリボンチックな感じだったのに。あ、でこれ俺がコマを動かせるんだ。もう何でもありやな、もう何でもありやな。自分がコマ動かしちゃうんだこれ。しかも気づかない間に俺トーナメント申し込んでるんだこれ俺トーナメントのなんかの大会の選手だったのかな、知らんけど。でもあの感じさ、長いリーチを使った方がいいんじゃないか。こういう感じでやっちゃう。あ、なんかもっといけるんだ。へえ、じゃあどうしようかな。なんかすごいすごい、あ、右上のコマがサンプルみたいな感じで回ってるよ。違うね違うね、どっちかっていうとその返しの刃こっちだね、欲しいのはね。うわ、これ待て待て、これおもろいぞこれ。開始こんぐらいにしたらさ、えぐくないこのコマ。これえぐいでしょ。絡め取られたら一瞬で相手のこと破壊できる。相手も同じようなコマ使ってるし、相手も似たり寄ったり、考えることは同じか。強このコマやばすぎでしょこれ。待って、まだ2回目なんだけど最適解のコマ作っちゃったんだけど。やっぱベイブレード育ちだからな、こういうコマ作れたら強いだろうなっていうのが頭の中にね、ちょっと少なからず入ってるのかもしれない。マジか。で、気づけばもうファイナルラウンドだよ。でさ、ちょっとさ、あのお茶目なことしていい？あのこうやって回転させてみたらどうなる？こうやってね。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。もうちょっとね、より滑らかなこう曲線を描いてみた。さあ行こうぜ。相手のなんかでかくね、お前でかいだろそれ絶対。ダメだよ。うわ、強い相手。どうするどうする。なんかスピードすごい減速してる感じする。ガだよ。真ん中のボタンなんか必殺技っぽくないこれ。ちょっと押してみる。うわ必殺技だもうコマの形とか関係ないじゃん。もうそれ多分何にもついてなくても勝てるんじゃないかそれ。何この真ん中のコマ、ちょっとイケメンじゃないこれ。赤いやつ、新しい機体ゲットしたのかな、ベースのコマをね。もしかしたらその可能性あるぞ。これ左のところでさあ、ほら見てみんな、コマの外見変えれるんだ。やっぱり何にも持ってねえし。持ってねえのかよ。さっきの画面何だったんだ一体。ちょっとまあ無謀かもしれないけど、何この点、何この点、なんかほくろついてるんだけど、最初からほくろついてるんだけど俺のコマ。ちょっと無謀かもしんないけどさ、もうあの密度増していこうぜ、強度増し増しというか。あんまり距離はないけど、相手の懐って何だ、懐に潜り込んだらワンパンぐらいの気持ちで。おら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 、ゴミゴミゴミ、お前何のかお前、おい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 、弱いね弱いね。このあの密度凝縮タイプは弱いわ。ちょっとやっぱリーチなんだろうな結局。なんかさ、最適解がさ、待って、斜めに行った上でこうやって返しをつける。ちょっとね、長すぎたね最初のは。若干これで短くなったんだけど、このまま、おい、あー、なるほどね。あ、いいじゃん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 。なんかちょっと強くなってる相手もね。これさ、かわして、このあ、なんか速度っていうの出せないかな、これどうやってスピード出すんだこれ。やばい、待って、なんか回転が心なしか弱くなってんだけど俺の。おい、から速度出てるよ、からのこうでしょ。もう うぜえから必殺技で沈めるわもうだからなあ、コマのパーツ関係ねえ、勝ち方やめえ本当に。もう関係ねえじゃん必殺技それ。バカおもろいんだがこのゲーム。でもね、最適解この形じゃなかった。やっぱりなんかもうちょっとかけるんだよな。
かけるスペース増えてない？最初に比べて。なんかもうちょっとほら見て、こんなかけるようになったよ。ねえ、どうする？逆にどうする？こんなかけて、またこうで返す逆に弱そう、逆に弱そう。これじゃあ、まあ、やってみるか。いや、今のところ最適解は90度だけどな。なんか強っ、え、強いぞこの相手、やばい。でも俺の引っかかりもなかなかいい引っかかりしてるよ。おらおら、どうやったんだ相手のその駒、左右違う感じ出すなよ。あれ、俺の駒左右同じじゃないとダメなんだからさ。おい、いいよこれ、力をうまいことこう逃がして、あいつ引っかかってたぞ今引っかかってたぞあいつ今、なあ黙りな、黙りな一冊は立つこれだけでいいやん、もう何もいらないじゃん。待て、これより強い形を目指すの逆に難しいんだが、もうえ、どうやったらこれより強い形になるんだ。え、やっぱさ、可能な限りさ、ちょっと初心に戻ってこの形もう一回再びやるわ。これがね、なんかいろいろ強かった気がするんだよ、これがね。ほらほらめっちゃ強いじゃんこれ、めちゃめちゃ強いんだけど、え、やっぱこれだよね。うわ、2回目に作った形バリ強いぞこれ。これだけで世界征服できそうだもん。あ、これはきついな、ちょっと速度があるよな。どっち回り、下回りで決めるか。攻めるよ、おれ、ほら当たりがやばい。当たった時の吹っ飛び感っていうの半端ねえよ。負けるわけねえじゃん、ほらね、えすごいねこれ。俺小学校の頃だったらマジナンバーワン取ってたよこの駒と一緒に。なんか分かったわ、右に駒回転するからやっぱりなんかこうトンカチみたいなあのフォルム強いんじゃない。こういうこともできるわけでしょ。おー、できたできたできた、すごいすごい、トンカチ見て、スカモってなんやねんお前。フィールドがなんかもうすごい感じになっちゃう。おい、だがしかし俺の駒に勝てるかな。勝つんだよね、もう勝つんだよね。もう無駄に追いかけちゃう。脳みそみたいな駒ゲットしたんだけど、見てほら真ん中のやつ、何これ、くれんの、超いらないんだけど。マジで敗北を知りたいな。なんかさ、ちょっとかっこいい、このモンスターハンターの武器に出てきそうなこのね。こんな感じでいこうぜ。いや、シンプルに弱そう、シンプルに弱そう。なんかポークピッツみたいじゃないこれ、ポークピッツみたいだって。ほら見て、あ、強いわあ、強いわ。あ、このゲームね、勝ち方分かったわ。駒と駒が当たるというよりは本体に当たったら弱いんだろうね。だからなんかこの自分が作ったやつにより強く相手をフィットさせられるかというの。だからまあ長いのが強いのは当たり前で、でそのままおいおいって、これ、え、あ、強いじゃんこいつ。でもなんだよね、分かったわ。最初の当たり始めた瞬間、その当たった瞬間が自分の体で当たっちゃうと弱くなっちゃうから、なるだけそれを避けるためにやっぱこの形が最高で、ちょっと下目に行けばいいよね。下目に行ってこのブレードをこう当たる感じにしたら、あれ、なんか強くなってるぞ相手も。おい、まあまあそうなんだよね、自分のこの回転してる刃が相手の駒の腹というかボディに直接当たった瞬間も相手の負けが決まるっていう。負けを知りたいものだね。また優勝しちゃったよ。なんかニューチャレンジ来たんだけど、なにこれ、え、なんか新しいステージみたいな、どういうことこれ。新モードみたいな来たよ、チャレンジモードっていうの。なんだよお前、ボスなのか、やんのかよ。サンド強いんだろうな、おら、あ、強い強い、こいつやるね、今までのやつとは全然違うぞこいつ。おら、なにこれ、どうやったら勝ちなのこれ。これケツからこうやって、おい、もう、うわー、これだるいな、弾き飛ばせねえ。てかその形強え、その形ね、全然ボディに当たんない俺の攻撃が。今当たった、初めてボディ当たったけど、この形強いな。まあだけどさ、こうやって必殺技使ってこういうことしよう。強すぎるってのも辛いもんだな。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよな。あとね、ツイッターとかもやってるんでね、ぜひツイッターの方でも仲良くしてください。じゃ、また次回の動画で。じゃあなー。